アンとマイナス二十、マクシム・ゴーリキー二機の愛マイナス5とともに、モスクワ上空を自飛行するアンとマイナス二十、アンとマイナス二十は、ソ連の発達の航空機である。1930年代で最も大きな航空機の一つであった。ソ連の小説家、マクシム・ゴーリキーの文学活動開始から40年を記念して、ソ連作家連盟の要望と一般からの寄付による、 宣伝用の大型機が企画された。アンドレーツ・ツポレフによって1933年7月4日から製作され、1934年4月3日に完成。マクシム・ゴーリキーと名付けられた。ソ連の航空技術を世界に誇示すべく、機体はこれまでにない巨大なものになった。主脚は固定式で、タイヤにはスパッツが被せられていたが、これだけで4メートルほどの高さを有した。 エンジンは主翼にミクーリン AM-34FRN を6機も装備したが、これでもバリ不足であったため、胴体上に同エンジンを2機を収めたエンジンポッドを追加した。あまりにも巨大なため離着陸可能な飛行場も少なく、分解して列車で運搬できた。アント -20 の最大の特徴は、未だ中央からの情報の行き届いていない地域に、 ソビエト共産党とスターリン主義の宣伝のために、用いられるための各種機材を搭載していることであった。機内には、印刷機械、撮影設備、映写機械、資料室などを備えており、天からの声と呼ばれる高出力の放送設備も備えており、夜間空中に、党のスローガンを投影する照明装置も備えていた。これらの電源には4機の補助エンジンが搭載されており、 直流の他に、交流の電源も使用できた。これらの機材を運用する宣伝要員として10名から12名が登場したが、彼らのための寝室や電話交換機、果てはカフェテリアも用意されており、洗濯室や薬局、バーすらあったという説もある。共産党の宣伝要員や党幹部のみ登場が許された。唯一の外国人登場者は、 フランスの作家であるアントワーヌ・ド・サンテグ・ジュペリで、パリソワ・ールガミの新聞記者として、記場の人となり、墜落事故直前に搭乗機を執筆している。アエロフロートで運用されるアントマイナス20ビス。1935年5月18日、イバーン・バシーリエビチ・ミヘエフと、ニコラー・アイ・セミオーノビチ16の操縦による、マクシム・ゴーリキー号は、アントマイナス14。 R-5 偵察機、I-5 戦闘機の3機と共に、モスクワ上空のデモ飛行のために離陸したが、翼の近くで、突然宙返りしたニコラー・イパーブロビチブラー銀の、操縦する、I、I-5 と、衝突して墜落した。この墜落で操縦クルーと招待された、当幹部の、計4 5人が死亡し、機体も全損して、わずか1年ばかりの生涯を閉じた。 ソ連当局は、ブラーギンが急接近した状態で無理な宙返りをしたのが事故の原因だと発表したが、この宙返り自体が事前に当局から命じられたものであったとされている。その後、1938年に旅客機として、アントマイナス20ビスが1機製造された。アントマイナス20ビスはエンジンの強化で主翼の6機のみでの飛行が可能になっていた。 アントマイナス20ビスは登録記号 PS-124 が与えられた後にアエロフロートでモスクワ・ウズベキスタン間の定期飛行に収益したが1942年に事故で墜落し乗員36名全員が死亡した。ありがとうございます。